秘訣はもう賢いところを皆様に見ていただこうと思ったんですけど、さっちゃん立って舞台見て、今日すごい散らかってるよね。はい。それをね、まず綺麗にしたいんだけど、手伝ってもらってもいい？大丈夫。よし。じゃあ手が上がったんでね、ここにカゴがあるから端っこから行きましょう。おいでー。
転ばれる場合じゃないの、あいだけ。
警官の集中力がマジで完全に切れる前にやっちゃいましょうか。さあ、ここからね、バランス力ご覧いただきますよ。続いて使う道具がこちらです。よいしょ。そう、マルさん専用の竹馬です。じゃあ、これまずどうやって乗るのかなっていうと、はい、行きましょう。手で持って足を乗った歩きます。よいしょ。病が去ると言われて、神様の使いと
信じられてまいりました。最後に挑戦するこの技は、彼が一人で竹を立てて、一人で登って、一人で歩きます。もうすごい技です。神様の使いである吉平君が、皆様の思いや願いを背負って、神様まで送ると言われております。さあ、お待たせいたしました。最後しっかりと決めて、気をつけ、そう、終わりたいと思います。はい、吉平君による大きな拍手です。ゆっくりゆっくりでいいから、ね、ちゃん皆様の思い